この子のショールーム見てくださってる方は多分ね、結構ね、ももこのねブログを待ってるはずなんだよ。多分そうなんだよ。分かってるの、ずっと頭にあるし忘れてるわけじゃなくて、なんだけど、なんかね、なんて書いたらいいか、なんか最近全然ね文がつながらなくて、なんかその自分が書いてない間にどんなことがあっただろうって他の人のブログ見るじゃん。そしたらなんか、あーそうそうって思ってたら、なんかね自分まで書いた気になっちゃうんだよねでもなんかずっと書いてないから、なんかなんだろう、なんでもない感じで書くのもなんか気まずいし、ちょっとちゃんとしっかり書かなきゃって思えば思うほど、なんて書いたらいいか分かんなくて困ってるんですよね。でも書きたいって思いはあるよってことは分かってて、忘れてないよじゃあ書けよって感じだよね。そうですよね。